信者 M さん、信者 M さん、売れてないんかい売れてないんかいということで、はい、じゃあ整いましたよ。整いました、はい、今ちょっと移動してまして、はい、どうですか信者 M さんだったらこの BBS 来てんじゃないですか。 BBS 高かったね、これは高かった。 BBS暑い、ちょっと中入りましょうか。いやいやいや、よいしょ。すいません、これちょっとねどじりまして、この車と iPhone が連動されてるんですよ。だからこれ車を開けるとこちら切れちゃうんですね。だから動画撮るときはこれフライトモードにして撮らないとダメですね繋がってるんですよ。カーなんちゃらってやつ。いや、まあ、とりあえずですね、まあ、ブロック外れましたみたいな喜んでますけど、いや坊主ですよあの坊主で喜んでるんですか。まあまあマインドブロックが外れたっていうことはね素晴らしいことだとは思いますけども、まあビジネスの世界は結果が全てですからねまあもちろん次につなげていただければいいんだけども、まあちょっときつく言うんだったら喜ぶ前に反省しろって話ですね。もうびっくりしたんですけど、え10万円のマインドセットの教材買ってたんですかみたいな自分は買ってて4年かその何年前に買った言うて、でそれでようやくなんかまあその教材がどういう教材か分かんないですけど、今マインドブロック外れたことに喜んでいる俺ってまだこっかみたいな、俺まだここなんかみたいな反省してください。反省して、まあ今後はどうやったら売れるかですよね。どうやったらもう着金できるかっていうことを考えないとダメですね。まあ、はっきり言って僕直近の事例言いましょうか。直近の事例は僕50万売ってますから、まあ、僕信者ね、信者 M さんもいますけど信者今何人かいるんですよ。このその信者の方にですね個別オファーをねしてね、まあ、50万売ってますから、吉田さんもう入金しますみたいな、いいんですか入金します、借金してでも入金しますみたいなねもう借金してでも入金しますっていうねいただきましたね。そう、もう動画書いてもお金作ってきますみたいな、50万ですまあやってますから僕は、うん、だから表上でやってるものもあれば裏でそう個別でオファーして売ってるのもありますから、まあ、最近はねもうあんまりそのやんなくなりましたけど、昔は表と裏も全部やってましたから、表でだからドリアカも、ね、借金、まあ、今は借金返済したんでまあそんなにっていうところあるんですけど、昔借金あった時はやっぱね稼がないと返済できないわけじゃないですか。だからドリアカーも3ヶ月に一遍とか2ヶ月に一遍とかもうガンガン売ってたんですよ、まあ、手を返しない怖いね。でなおかつ裏でちょ対面でセールスして100万とか売ってたわけですよ、コンサルもね。うん、だから その結果を出さなかったら僕借金返せないですからね、返せなかったし、うん、だからまあビジネスは結果が全てなんで、月収100万稼ぎたいんだったら単純で月収100万稼ぐってことです。でそのあと直近なんですけど、あのまさきくんもねちゃんと売ってるんですよ。まさきくんも今年か、今年まさきくんのインスタ集客大全みたいなのを、まあ、あの紹介したんですけど、彼はまあその後ちゃんとバックエンドのコンサルも売ってるんですよ。ちゃんとオファーして売ってます。で彼が売ったからアドバンスコース売れなかったんですよ一人本当は入りますって来たんだけど、いや実は今まさきくんのコンサル受けてて、うーんやっぱブレないようにまさきくんのコンサル受けますみたいな、ああみたいなそっちバックエンド売れたか、まあまあしょうがないいいんですけどね、うん、彼はねちゃんと売ってますからねバックエンドも。だからまあね、まあ、彼なんかもうねあのバックエンド今50万とか60万とかでコンサル売ってると思うんで、まあなんだインスタ集客、インスタそのインスタの教材売るときも、まあ、インスタの無料集客から、まあ、50万のコンサル6人ぐらいに売って300万ですか、月収300みたいな、まあ、彼ももう本当にもう
今はね普通にその月収100万っていうところは別にビビってないし当たり前というか、まあ、単価と客数だけの話ですから、ね、300万行きたいんだったら50万だったら6人売ればもう300万ですからね。うん、だからここを自分が月収100万目指してるんであるならばしっかり単価いくらで何人に売るんだっていうのを決めて、じゃあどうやったら売れんだとことをやらないといけないですよね。うん、だまあこれからですけども、もっと巻きでいきましょう。うん、まあ、申し訳ないけどもブロックが外れましたって喜んでる幼稚園かと、幼稚園児かと、もう3年前に外しとけよと、その10万円、もう10万円くださいよと、逆に、いやその10万円のね、まあそれ僕の教材じゃないと思うんですけど、いやその10万円払ったら外れてなくて、いや僕のなこのね結果報告のね無料のね動画でやって外れたんだったら、いや僕に10万円くださいみたいなね、まあいいですけどなんでやねんと、なんでやねんと、なんで僕に10万くれへんねんっていうねまあいいんですけどねあの頑張って稼いでください、はい、まあ、いつの日か上納金をいただけることを期待してますあのまずはあの、まあ、で100万に関しても、まあ、10万円で売るんだったらね、まあ、10人に売ればいいですし、50万だったら2人だし、100万円の単価だったら1人ですし、まあ、それしかないので、それはしっかりやっていく、結果を出す、売っていくってことです。であとはまあ自信を持って売るっていうことも大事なんだけども、結局そのお客さんの気持ちも大事なんですよ。わかります？マインドブロック外れた、よしセールするぞって。基本的にでもお客さんでセールスあんま嫌いなわけですよ。好きな人いないですよ。セールスしてくださいみたいな人いないんであんまりね。でもお客さんにピンポイントのオファーだったらありがとうになるんですよ。だからまあさっきお話ししたその50万の話ももうありがとうなんですよ。吉田さん本当にいいんですかと、もう借金してでもお金払いますよそれ、本当にいいんですかみたいな。だからお客さんのことを知って、これだったらもうこれ言葉、まあドリアカのね講義でもいっぱいあると思うんですけど、なんだろうな、あこれでも本コースかな、まあでも多分あるとセールスのどっかあると思うんですけど、あのすいません講義いっぱい作ってるんでね、その、まあ、断りきれないオファーですよね。だこの、まあ、その断りきれないオファーもお客さんにとってはその欲してるもの問題点とか違うので、個別でやっていくんだったら、このお客さんにはこれをこのオファーっていう、オファーもカスタマイズできるわけじゃないですか。一般的にバーンって売ってる場合はカスタマイズはあれですけども、個別でアプローチしていくんだったらカスタマイズはできるので、だからそのだから昔なんだ作ったこともありますけど、あそう年末か、去年の年末僕は本コースを売ったわけですよ。で本コース、まあ、基本的にお問い合わせ入学願書出てきた人に対して、まあ、個別動画でセールするんだけども、もう一人に〇〇さんへみたいなプレゼン資料を作りましたからね。〇〇さんへ特別オファーですっていう、〇〇さん一再生のためだけのプレゼン動画を作ってオファーかけました。だからそれ単価高いですからね、ドリアカ120万ですから。でそれ結構売れましたけどね。だからまあそれはカスタマイズして、でもそれはまあ僕もそのお客さんとのやり取りのデータ、まあ、もちろんその今回その年末の話で言うならば、本コースに入学願書を出した人っていうのはあの新規はゼロなんですよ、ね。まあ、今までのやり取りがある人ですよね、まあ、僕の購入履歴があるアンケートに答えてるとかね、その人がどういう人なのかとか、まあ、そういうの分かってるわけですから、まあ、それを加味してプレゼン資料を作ってピンポイントでいくっていうね。これからね、売らないとダメですから、売っていきましょう。売っていきましょう。はい。ということで、今度は、まあ、吉田さん、ブロックが外れました、みたいなね、そういう報告じゃなくて、吉田さん、売りましたと。今度は売ったんですと。これは売ったんですと。まあ、そういう報告ができるようにね、結果が全てですから。まあね、冷徹なお話ですけど、結果が全てです。本当に売れるか売れないか、坊主はダメです。もう坊主はダメなんです
やっちゃいけないです坊主は。だってゼロにねいくらかけてもゼロですから、どんな手段を使ってでも売るっていうね、まあ、これぐらいのセットじゃないとダメです。マインドブロック外しじゃなくて、どんな方法どんな形でも絶対売るっていうね。吉野さん連絡が来ないんですよ、想定内です。なんでそれを想定内にしとくねんと。え、全然甘々じゃんと後追いしたのかと、ね、いや相当こと、まあ、今はみたいな、想定内ですみたいな、いやいや断られても、じゃあちょっとね例えばさ、なんだ、まあ連絡来ない人はまああれかもしれないですけど、その断り文句ですよね、今はこれがこうでっていう。でも、まあ、まあ動画を見る限りだと、まあすみません、そのお客さんとのやり取りは僕ないんで分かんないですけど、動画を聞く限りで言うならば、まあ信者 M さんがね、その今回 あのプログラムで散々そういう教育をしてたけど、そういう回答が来たってことじゃないですか。つまり教育されてないってことですよね。だから、そのなんだ、また教育し直すその人専用の、なぜ今回そのコンサルに入らなければいけないのか、なぜこれをやらなければいけないのかっていう教育動画からのセールスプレゼン作るとかね。だって少なくても今回信者 M さんのプログラムに申し込んでやり取りしてたわけですよね。だから興味がないとかはないだろうし、うん、確かにまあ他のことやりたいかもしれないけど、これやれ、こっち、要はここもあれなんですけど、コンテンツビジネス、情報ビジネスをのメリットを伝えきれてないわけじゃないですか。要はそっちの方がいいですっていう、だそれの教育不足ですよね。なんでコンテンツビジネスやんないといけないのか、まあ多分信者 M さんのコンサルは多分情報発信のコンサルだと思うんですけど、それのメリットを伝えきれてないわけですよね。うん、なんで他のことを置いといてでも、なぜ情報発信しなければいけないのか、なぜこれを今やらなければいけないのか、これに一点張りにするべきなのかっていうのを、まあ、僕はまあ いろんなところで言ってますけども、それをね、その人そういうやり取りが、そういう断り文句で違うことがどのこのって言うんだったら、でも 前段階としてそのプログラムに入ってるわけじゃないですか。だからまた教育動画を作って、その教育動画プラスそこに最後後追いでセールス、うん、でまた特別オファーだったり、特別特典とか特別オファーかましてやってみてもいいわけじゃないですか。どんな手段を取ってでも結果を出すっていう。坊主でした、ダメでした、想定内です。いや坊主が想定内だったらダメですよ、それを想定内にするなとまだ甘いですね。え、じゃあ戦争行ってね、殺されるの想定内です、え、それ想定内にしていいんですか、殺されることを。どうですか、ビジネスは戦争だ、響いたらしいですけど、え、死ぬことが想定内でいいんですか、それを想定内。坊主ってことは売上が上がってないってことは死ですよ。経営してて売上が上がってません、え、会社倒産しますよ。で戦争で言うならば死ぬことを想定してます、死んで OK です、ダメでしょね、どうやったら生き残るか、どうやったら勝つかを考えないと戦争で生き残っていけないですよ、うん、はい、ということで、その連絡が来ない人はちょっとまあ難しいかもしれないですけど、その断り文句、そういう断り文句のリアクションがもらってるんだったら、まあいろいろそこで考えられることはできますよね。だからもう一回セールするとやっぱうざいので、だからそこは教育し直すってことですね。教育し直して、プレゼンで教育し直して、〇〇さんがのための特別限定講義みたいな、ね、〇〇さん特別限定講義みたいな、もう30分ぐらいの講義作ってね、〇〇さん限定の特別講義ですみたいな。じゃあこれをやるためには、まあそのまあ、誘導してって、で、まあ、最後特別オファーしていくっていう、まあ、そういうのを作ってやってみるとかね。その売れないことが想定内じゃダメですよ、うん、売っていかないと。はい、ということでまた報告お待ちしております。